まさかね、その4ヶ月後に甲冑買っちゃったなんて誰が予想したか。
急にキャラ戻った。まだ4月にじゃん。あの大谷翔平選手がメジャーリーグエンゼルスでホームランする兜をかぶり始めて、あ、兜かぶってる大谷選手が、でもそこからもうずっとインターネットで兜かぶってる意外にあのリーグラムで立ち上がることだけにやってしまって、はい、ついポチってしまいました。あ、ポチってしまった。イベントですけども、じゃあ、船博士、せっかくなんで、はい、ちょっと開会宣言やってもらっていいですか？あ、星に行くんじゃ。もちろんです、はい。じゃあ、行くんじゃ。え やるんじゃ。やってください。行くんじゃ。はい、お願いします。じゃあ、まず、千里健さん、甲冑喝采。船博士、落ち着いて。せっかくなんでちょっと一つ目の企画も参加していただいていいですか？もちろんじゃん。はい、いいですか。それでは最初の企画はこちらでございます。船博士の気になるワードと、はい。